本日も動画の撮影をさせていただきたいと思います。ぜひ最後までお付き合いください。映像はですね、スラムダンクの桜木花道選手が、とにかくシュート練習をしているだけのアプリなのですが、話はプロレスの話なので、ぜひね最後までお付き合いいただければと思います。僕はですね、バラエティは基本見なくて、でそんな僕でもですね、ちょっとバラエティみたいなと、しゃべりくり7なんですけれども見たいなっていう風にありまして、理由としては X で剣王選手がおいと、おひよみやと、カイトさんと、何を姫様抱っこしてんだよって言って剣王選手が怒ってて、どういうことだと。ただですね、僕は結構最近好きなのは YouTube のショート動画で、清宮選手が毎日、今日こういうことがありましたと、頑張ってますと、皆さん、頑張りましょうみたいなショート動画を上げてて、しゃべくり7に出ましたと。でその読んでいただいた相手が、ブレイクナンバーワン令和のギャル芸人エルフ荒川さん。僕の中でエルフ荒川さんってもう結構出てるイメージがあって、最近何で売れたかってちょっと僕テレビ見てないんで分かんないんですけど、エルフ荒川さんが清宮選手が大好きだと、それでサプライズで呼んでお姫様抱っこしてもらったって話で、ぜひ清宮選手もね、しゃべくり7面白かったし、白子も楽しかったし、エルフさんも大好きだし、見てほしいなっていう話をしてて、見させていただきました。まあね、今後のもうちょっとね、しばらくマンデーマジックはないんですけど、これでね、剣王選手と清宮選手の絡みがまた1個できて、個人的には嬉しいなと思うんですけど、まあ荒川さんがこう清宮選手が好きだっていう理由がすごく素敵だなと思って、まあ、僕はこうやってプロレスの話とかを発信してる理由、まあ、自分のためってのも一番あるんですけど、やっぱプロレスラーって、生きてる人たち、これから頑張っていきたい人たちへの勇気と活力を与える存在だと思ってるんですよ。で荒川さんがそれをおっしゃってたんですよね。清宮選手とは、まあ、年齢も一緒だと。で清宮選手、まあ、もちろん他のプロレスラーからも生きる元気をもらってると、勇気をもらってるって話をされてて、で清宮選手の好きなところの一つに、この目の食いつきがいいというか、やってやるぞみたいな、やったたるぞみたいな、そういう飢えた目が好きだって話をしてて、なんかそういうところまで見てて、それを自分の生活にリンクして生きてるって話を荒川さんがされてて、まさにこれだなと。でも自分が言いたいこと全部荒川さんが言ってくれたなっていうふうに思ってて、まあ、そういう人がこれからたくさん増えてきてくれたら嬉しいと思うし、これからの人生って、特にこれからの社会は、女性の方が心の不調だったりとか、生きていくのがしんどくなっていくっていうふうに言われてますから、その社会的だったりとか、女性格差、男女格差っていうのがなくなっていくっていうふうになりますけど、その分女性のストレスだったりとか、女性をターゲットにした商法っていうのもね、増えてくると思うんで、その中でどうやって、まあ俗で推し活だと思うんですよ。何を推すかと。で推すだけじゃなくて、自分の人生にどういうふうに落とし込めるような推し活ができるかっていうのが大事だと思うんで、まあ、その中でプロレスラーを推す、プロレスラーに推し活をするっていうのは、最近レスラーって本当にかなり短いになってきたなっていうふうに思ってて、例えば SNS で、コメントしたらいいねをしてもらえたりとか、写真撮ってあげたら選手からありがとうねって言ってもらえたりとか、まあ、そう大きい団体とか、そのインディー団体とかそれぞれあったりすると思うんですけど、そうやって選手もより短いになってきてるなと思うし、グッズ売り場で会場に行ったら一緒に写真撮ってもらえたりとか、サインもらえたりとか、そうやって選手が SNS で発信したりとかあるし、でまあこれはグラップラーバキですかね、ハンマーバキという漫画があるんですけど、その中でビスケットオリバっていう人がいまして、その人がめちゃめちゃマッチョなんですよ。アンチェインって言われてて、でめちゃめちゃマッチョになってる理由が、好きな女性をお姫様抱っこするためにマッチョでいるみたいな話があったんですよ。で今回清宮選手がお姫様抱っこして、こう荒川さんしかり楽しませてるっていうのがあったんですけど、そう考えたら、まあ、レスラーしかりですよ、男
の人がなんで筋トレして体を大きくしてるのってなった時に、自分の好きな人、守りたい人、大切な人をお姫様抱っこするためっていうので筋トレしたりとかトレーニングするっていうのは結構ありな理由なんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。今トレーニングだったりとか運動してなくていい人って結構多いと思うんで、お姫様抱っこすることができる足腰の強さだったりとか体幹の強さってのをできる人ってどれくらいいるのかなって思ったりはするんですよ。まあそれができるからどうなんていうふうにはなるんですけど、やっぱプロレスラーって強さの象徴でもありながら優しさの象徴でも僕はあると思ってるんで、って勇気を与える象徴であり、試合会場どの状態でもベストコンディションみたいな。だからそう考えると本当プロレスラーってすごいなって、まあ、そもそも人間じゃないって僕は思ってるんですけど、そこのところをね、こうプロレスが好きな人がもっともっと言ってくれたらいいな。だから若い人がプロレス見出した時に、まあ、清宮選手しかり、大岩選手しかり、まあ、宮脇選手しかり、まあ、若いレスラーを好きになって、まあ、それこそ大和田選手しかりですよ。自分と同じ年齢を、自分と同じぐらいの年齢に近い人を応援するっていうのは、でもこれから大事になってくる要素の一つなのかなって思ってるんですよね。で、僕の年齢で近いってなると、僕は内藤哲也選手、まあ、他団体で申し訳ないですけど、内藤哲也選手、高木慎吾選手、の世代なんですよ。でノアで行くと多分大原はじめ選手は近い、稲葉選手はもうちょっと下だと思うし、大原はじめ選手が近いと思うんですよね、年齢としては。でその上だと丸藤選手、塩崎選手だったりとかってなってくると思うんで、ちょうど自分らの世代の中でって選手が意外とこのノアは、まあね、はじめちゃんになるのかなと思うんですけど、まあそうなったらはじめ、だから最近ちょっとだからかわかんないですけど、はじめちゃんも結構好きになりましたからね。小峠選手もあと近いですかね。だからそのいろんな年代のレスラーがいて、でそのレスラーに共感してもらえるとか、なんかそういうのはとてもいいことなんじゃないかなっていうふうに思うんで、まあこれからレスラー、まあ、プロレスしっかり他のどの業界でもそうだと思うんですけど、若い女性をプロレスを見てもらう、で子供たちにプロレスを見てもらうっていうのがこれから大事なことになっていくと思うんで、まあ、そのための入り口のきっかけとして、まあ、いろんな芸人の人しかり、プロレスが大好きだ、でそのプロレスが好きな理由はかっこいいじゃないですか、マッチョじゃないですか、それだけじゃなくて食い入るような目がね、もうやってやったるぞと。しかもそれが自分さえ良ければいいじゃなくて、団体全体、プロレス界全体を盛り上げるために自分がトップになりたい、自分さえ良ければ自分のところだけ盛り上がればいい、自分を好きだって言ってるファンの人だけ盛り上がればいい、そういう選手ってのはやっぱ応援されないですからね。まあ一時清宮選手は自分のことばっかり考えててダメだぞお前はっていう風に剣王選手に怒られたりとかって、まあいろんな因縁があったりするとかあるんですけど、なんかこうやって女性がプロレスを好きになるきっかけの一つとしてどういうのがあるのかなっていうのは僕は結構思ってたんで、まあその中で荒川さんがおっしゃってた、まあ、そこのところにね、こう注目してるというか、そこのところまで見てるってなると結構ファンとしては嬉しいなっていう風に思うし、まあそう考えたら最近あったリミットブレイクだったりとかチームノアのところ、まあ、それ若手しかりですよ。若手の選手も食い入るような目をしてますし、じゃあベテランの選手、まあ斉藤選手だったりしても最近ベルト巻きましたし、塩崎選手もコンディションいいし、で本当だったら今リミットブレイクでブレイクしているのが今小峠選手だったりとか、もうどん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 行かないといけない、それこそ大和田選手もそうだと思うんで、なんかね、プロレスラーの食い入るような目っていうのはそのプロレス界でしか見れないっていうのになったりしてると思うんで、いやもうねめちゃめちゃ今見逃し配信でね、見れるんで、ぜひねしゃべくり7の荒川さんのですね、清宮選手が好きな理由、プロレスが好きな理由っていうのを注目して、まあ、そっから見ていくっていうのがとてもいい素敵かなと思っております。